ミングスがいる。直接相対するのは避けたいところだ。だが屋上と下の入り口には国章について尋ねてきた者たちがいる。何か情報を持ってるならば逃がすわけにはいかない。まずはシャオユ君を支援する。大丈夫。今は見えざる手を使う。何なんだ、急に空気が変わった気がする。まるで湖の底にでも沈んだような気分だ。景色は何も変わってない。だけど確実に何かが違う。ふん、何かガスでも撒かれたか。いや、これは身体的なものではないな。単純に嫌な感じがするだけだ。長居するのは得策ではない。その、一応聞いておきたいのだが、今のはどちらかの仕業かね。知るもんか。なんだ、何が起きてる。そして君はこの異常事態でもまだ私を狙うのかね。音、なんだ、先ほどから何かに妨害されている。やはりはるかにやりやすい。今広げている神殿、異界逸流の結界の中では精密な操作も問題ない。ならもう一段階上げる。やれやれ、興味深いが今宵はここまでにしておこう。当てぶれでおぶなんとかの。おやおや、次から次へと。やはり一人ではアドバルンっぽくないな。求む綱役のエキストラ諸君。これ岩さんに連絡しますわ。煙幕の味はキャッサバの粉末を混ぜてタピオカミルクティーを再現。これ、うわ、こちらの世界に合わせて編み出した資料術だ。渡した。映像を送ります。すぐに確認してください。何が起きた。私では判断できない事態です。何だと。感覚共有は転生前の世界では豊富な魔素に邪魔されてうまくできなかったけど。君も来てたのか、皮膚キムシ君。私をミスディレクションに使うとはやってくれる。まあよかろう。なぜ許すか。私は今上機嫌だからだ。理的な干渉を行えるよう資料の手に霊視を編み込んだ。言うなればこちらの世界の環境を逆手に取る裏技。見えざる手の群れだ。時はある天使、常識は覆り、かくもこの世は美しい。レミングスを抑え込むには出力が足りないか。ならもう一人の方を。私の中のイマジナリー中学生が歓喜している。現場の骨、そして腕、同一の根源か。その秘密は君が握っているのか。なるほど、確かに君の名前に偽りなしだ。また会おう。必ず君の真実にたどり着こうではないか、カバネス。君の方にはできるだけ会いたくないな、レミングス。屋上の方はね。でも下にいた方は捕まえたよ。